どうも高井です。9割の人は理解していない、金持ちな人がやっているシンプルな時間管理です。日本人の平均の通勤時間は1時間10分っていうふうに言われているようです。これは私がネットにカタカタカタって検索して出てきた答えなんですが、どうやらこの本によると通勤時間が0分から22分に増えただけで、人は今もらっている給料の 20% 多くもらわねえと割に合わねえなって考えるようなんです。そう考えると日本人の1時間10分っていうのは約今もらっている給料の6割は多くもらわねえと割に合わねえな、俺って社畜だよなって考えるようになる。しかし日本人はおそらくそれだけ多くの通勤時間を要してでも会社の近くのアパートに高い家賃を払って住むよりかは、実家から長い時間かけて行って少しでも多くの貯金を増やそう、少しでも多くのお金を蓄えていこうって考えになる。私もそれはね、確かに前だったらそう感じたんですよ。少しでも貯金を増やしていって将来のために蓄えていこう。ところがその1時間で自己投資ができたらそれでいいよね、電車の中で本読みたらそれでいいよねっていう方では私はあったんですけど、果たしてそれはできんのかなって次の写真見たらどう思います。満員電車、中には別にスマホでゲームやれば時間潰せるよねっていう話もあったんですけど、だったら読書しろよっていう私のツッコミもありますよ。あなた自身はこの中で生産的な活動できますか？正直無理だわ、無理だわ、私はそう思います。そんな痛い思いするっていうんだったら、ネット上ではこれを通勤って言ってるようで、通勤の通は痛いっていう字です。そんな痛い思いするぐらいだったらホテルとか泊まって少しでも自分自身のために時間を作って、その時間で有意義な読書生活をするなり、少しでも空いた時間をあなた自身の自己投資に当てるってことをした方が、将来的にはあなた自身のためになる。今はすごい痛い出費に見えるかもしれないけどね。あなた自身どうですか？少しでも自分自身の時間を作るために、自己投資のためにお金を使う。そういうことしますか？おそらくほとんどの人は読書というのはただの出費、消費をしているっていう行為にしか見えてないので読まないですよ。でもそんな状況が続いていると会社のマインドコントロールに当てはまりやすい、はめ込みやすくなる。なので私が以前作ったコンテンツ 99.9% の人は破壊される、マインドコントロールによる人を思考停止追い込む方法、そちらを視聴した上でもう一度考えてみてはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。